YouTube のガイドラインですね、それについて意外に分かってなくて気持ち悪い思いしてる人いますので、ちょっと私なりにまとめたものをあのスライドにしてみました。まあ、基本的に YouTube って自分の表現の場として活用するのがいいと思いますね。あの他人の著作物の物置とかそういうところじゃないということを考えると非常に理解が簡単だと思います。まず最初 YouTube が何でないのかっていうのを、それ理解しとくでいいと思いますね。まず先ほども言いましたけど、 YouTube は他人のコンテンツですね。他人の撮影した動画とか、あと他人が演奏した曲、あと他人が録音した CD とかですね、そういうものを置いとく場所じゃないですね。あとは YouTube のガイドラインでもあるんですけど、ポルノとか暴力、あと動物虐待とか、まあ衝撃的な映像ですね、そういうものを置く場所じゃないですね。まあスクープ映像って YouTube に置くといいような感じがするんですけど、 YouTube はそれを良しとしてないですね。あとは当然ですけど、他人を攻撃するような動画ですね、そういうものとかストーカー行為、あとはあの暴露、まあウィキリークスみたいな内容ですね、そういうものを行う場所じゃないですね。次に逆に YouTube に置くべき内容なんですけど、まずは自分で演奏した歌とか曲ですね、こういうものはいいと思います。あと旅行とかに行ってこの他人とシェアすると嬉しいような動画ですね、行けない人が見て嬉しくなるものとか、あとその動画を見て自分も行きたくなる、他人を行きたくさせるという、そういう気分にさせる動画、そういうものはアップするしていいんじゃないかなと思います。あとはハウツーですね、あの文章ですと非常に物事分かりにくいんですけど、実物を使って動画で説明するともう文章何ページ分厚いドキュメント一冊に匹敵するものが数分の動画でできてしまいます。これが YouTube に置くべき内容じゃないかなと思いますね。あと次に YouTube が特に嫌うコンテンツ、これ規約にも書いてあるんですけど、まあ一番最初にポルノとか性的コンテンツですね、まあいわゆるアダルトとか AV って言われるものですね。まあ当然他人の著作物を上げるっていうのは別の意味で違反なんですけど、自分たちで撮った映像ですね、自分たちが素っ裸になってそれで撮影した動画、そういうものもダメですね、絶対にあげないでください。あとは動物の虐待とか薬物を乱用してる動画、まあ薬物の作り方も含むと思いますね。あと爆弾などそういう危険なもの、テロに使われるものの作成のハウツーですね、そういうものは載せてはいけないですね。あとは暴力とか衝撃映像、差別的な発言、まあ他民族とかの批判ですね、他民族の批判とか他人のライフスタイルを批判したりすること、そういうもの、あとヤジですね、そういうものとか、あと言葉による暴力、そういうものは YouTube を使って表現してはいけないです。あと略奪とかストーカー行為、脅迫、こういうものは一切許されないみたいですね。特にこれに関してはもう一発でアカウントを剥奪する、それで永久に YouTube から追放するという、そういう姿勢を見せてますね。あと、まあ、次にあの一番、まあ、気になる著作権ということですね。まあ、著作権って非常に難しい権利なんですけど、基本原則は誰でも持ってるものです。それで作った人に発生します。ですので基本原則としては全ての権利を自分が持ってるもののみをアップロードしてください。それ権利を持つっていうのは当然自分で作ったものに関しては権利を持てるんですけど、ロイヤリティフリーの曲とかそういうものをお金を出して買った場合も自分が権利を持ったと考えてください。
あとは、あの、有名なアーティストとかが演奏した曲でも、お金を、アーティストにお金を払って、それを使用する権利を得れば大丈夫です。ただ、あまり現実的じゃないですので、基本原則は自分で作ったものを、または、あの、数千円で買えるロイヤリティフリーの曲ですね。そういうものの範囲に留めておくといいと思います。それで次に著作権の権利の種類なんですけど、まあ大雑把に分けると、作詞ですね、詞ですね。それと作曲した音楽、メロディーの部分ですね。そことあと、それを録音した録音物ってものがあります。で、録音物ってのは CD ですね。CD とか DVD とかビデオ、そういうものです。そういうものに含まれているものは、絶対に転載してはいけないですね。転載したければ、まあ現実的じゃないですけど、レコード会社に許可を取ってください。それ、もちろん部分利用、サンプリングとか、引用とか、まあ言葉遊びはいろいろあるんですけど、そういう言葉遊びはせずに、部分利用、それは一切してはいけないです。するんでしたら、この録音した人、録音物の権利を持ってる人に許可を取ってください。あとあの、YouTube の場合、歌をカバーする、それに関しては一部例外がありますので、次に説明します。それあと、たとえ1秒たりとも他人の録音物、使ってはいけません。1秒でも使ってはいけません。これが基本ルールです。まあ、これを頭の中に入れとけば、著作権、それがややこしくなくなりますね。次に自分でカバーした曲、有名な曲でも自分でカバーした曲もが OK な場合もあります。まずなぜ OK かというと、 YouTube は JASRAC と契約を結んでますね。 JASRAC って日本で一番大きな著作権を管理するあの法人なんですけど、そこが管理してるあの歌詞と音楽ですね、それを自分で演奏したりとか自分で歌ったりしてアップすることは可能ですね。あのニコニコ動画とかの歌ってみた、あんな感じのものは OK ですね。ただカラオケの BGM というかオケの方ですね、それは気をつけてください。そこに他人の録音物が含まれてますと NG になりますので気をつけてください。ちなみにニコニコ動画も JASRAC と契約してますので同様ですね。まあダブりますけど、他人の録音物を使うことは良くないですけど、カバーすれば OK です。まあどうしても歌とか音楽アップしたければ自分で歌うのがいいと思いますね。そうすると YouTube が JASRAC と契約を結んでますので YouTube がお金を払ってくれます。あと、まあ、JASRAC と YouTube が契約を結んでるからといっても、替え歌とかパロディですね。あの、アレンジ、それとかアレンジは、まあ、危険ですから、まあ、常識的なアドリブ程度に留めておいてください。これ、あの、いろいろ問題がありまして、あの、どちらかというと、ポピュラーソング、ポップスは多めに見てくれますけど、純音楽系の方は、なんかちょっとでもアレンジするとあのけしからんってことでなんか問題になるみたいですね。あとまあ最近有名になったおふくろさん、あんな感じの最初になんか語りを入れるとかそういうのもなんか人によっては危険みたいですね。あとあの合唱曲の第一三章ってあるんですけど、あれもなんかジャズアレンジしたあのグループがなんか訴えられたみたいですね。ですので、まあポピュラーが安全って言いましたけど、すべての楽曲に関して過度なアレンジ、それは行わない方がいいと思いますね。最後にあの自己防衛方法、これ説明します。まず動画を撮影するときですね、その時はテレビとかラジオ、それ切っとくのがいいと思いますね。テレビとかラジオ、著作物ですので、まあ、切ってください。あとは他人の著作物を価格に入れないようにしてください。まあ、もし入ってしまった場合、フォーカスが合ってないようにするか、それか、モザイクかけてください。あと、BGM は自分で演奏した曲を使うか、
ロイヤリティフリーの曲、それを購入して使ってください。まあ、よくわからないインターネット上に転がってるフリーと称される曲もちょっと気持ち悪いですので、しっかりとパッケージでロイヤリティフリーの音源を買うのがいいと思いますね。あとマッド系のマッシュアップ系ですね。そういうものを作成しない方がいいですね。まあ、先ほどの説明を聞いてればわかると思うんですけど、マッドとかは他人の著作物、そういうものを思いっきり含んでますので気をつけてください。あと DJ プレイですね。 DJ プレイの演奏も危険ですね。それもDJ でミックスする曲、その中に楽曲が含まれてますので、まあ問題がありますね。まあロイヤリティフリーの曲、それをミックスするのがいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと雰囲気出ないと思いますけど。あとまあダブりますけど、ジャスラック管理の曲でも過度なアレンジの替え歌とかパロディは避けてください。でこれで最後なんですけど、まあ私がおすすめするコンテンツなんですけど、まあみんなが知らないと思う内容ですね。ハウツーですね。例えば自分でなんか機械を組み立てたとか、なんか物をメンテナンスした時の動画ですね。そういうものをアップすると意外に他の人の役に立ちますね。それ視聴数も上がります。それで一番目と重複するんですけど、この動画にすると分かりやすい手順の作成ですね。あとはブログの代わりにビデオログ、自分の顔を出してそれでいろいろ日記とかを語る、そういうのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ見たくなければその動画、ユーザーが、視聴者が飛ばしますので、まあどしどしアップするのがいいんじゃないかなと思いますね。あとはうまい歌とか音楽、それを歌えたらカバーして演奏するのもいいと思います。まあいわゆる歌ってみたですね。ただジャスラックが管理してる曲に限りますね。これ旅行とかあと名所に行った時にその撮影した動画もアップするといいんじゃないかなと思います。鉄道とか珍しい車、あと名所ですね。それを撮影して動画にしてアップすれば、まあ自分も楽しめますし、まあ行けない人も行った気分になりますし、あと行った人がまた思い出す景色を思い出したり、あと行ってない人だったら、まあ行きたくなるような動画、そういうものになると思います。あとまあ定番なんですけど、動物ですね。動物とかペットとか植物、まあ日本で一番人気のある動画の動物といったら猫ですけど、そういうものの行動を撮ってアップする、そういうのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ YouTube っていうとこの不法アップロード、まあ他人の著作物をアップする物置のように思われてるんですけど、まあそのまんまだと、まあ、YouTube も潰れてしまうと思いますので、まあ、自分のオリジナル動画ですね、自分で作成した動画をアップして、それでみんながシェアするような、そういう場になっていくといいと思います。それには著作権をみんなで守ってもらう。それが必要だと思いますね。